習して準備ができました。今日は集まってもらったのも他ではない、忍者としての特訓をします。よし、修行だ。久しぶり。負けないですよ。読まないと、相手の心読まないとな。支配でってことです。支配をですね、だから相手がもう動いたと思ったらポーズすると。早く行ってもダメだし、遅く行ってもダメだ。よし、支配を感じ取れ。たまにですね、目隠しをして準備ができました。ただね、あんまり近くにいると支配がすぐ分かっちゃうんで、もうちょっと離れましょうか。このぐらいですか。でね、じっとしてても面白くないんで、音楽に合わせて踊ってください。おー、踊ってパシッと決めると。よし、で、2番目になったら勝ちね。さあ、あとは止まるって感じですか。そうですね。わかりました。だから何も覚えてないとすぐ分かっちゃうと思うんで、空気の動きとかで。わかりました。それでは行きましょう。よし、2番目に忍者ポーズを取れ対決、用意、始め。自信あるよ。自信ある。あるよ。早かったかな。勘ですね、これは。それでは結果を発表します。お願いします。まず、一番初めに止まったのは、ゆいちゃん。おー、おー、おー。そして、2番目に止まったのは、おはぎ。やったー、イエーイ。やっぱりね。一番修行してるの、私が忍者として。難しいな。第一試合はおはぎの勝ちでした。じゃあ、次はですね、の雰囲気を変えますんで、はい、またね、それに合わせた踊りをしながら忍者ポーズを取ってください。はい、まあでもこれ何回やっても私勝ちますよ。なんだよその自信は。じゃあ行きますよ。はい、今私はですね、おはぎの動きに気を取られて、ちょっとね、見そびれてしまいました。はい、お前が変な人にぶつかってくるしさ、趣旨が違うんだよ、こいつ。触ってきたりさ。触ってくるのはしてないですよ。触ってきて当たっちゃったんです、ごめんなさい。ビデオ判定しました。はい、一番初めに止まったのは、ゆいちゃんです。早いね、ゆいちゃん。なのかな。そして2番目に止まったのはビーダー。イエーイ。暴れてるからだよな。暴れてないんだ。ということで、リーダーとおはぎさんが一勝ずつということになりました。もう一試合いきましょうか。これ決勝ですかね。ちょっとやめてください。勝ったかもしれない。確かに。いきますよ、最終決戦、音楽スタート。それでは目隠しとってください。
あどうなんだ、いいじゃないかな。一番初めに泊まったのは、はい、おはぎです。すごい、あのですね、これ非常にですね、分かりにくかったのが、結果として一番初めに泊まったのもおはぎさんだったんですが、はい、これ変な踊りの中に忍者ポーズ入れてきたんですよ。でも分かんなくなって途中で、え、今のどっちっていう。ごめんなさい、入れてました。うん、一番だったんで、おはぎさんが一番。そして二番目に止まったのは、ゆいちゃん。遅かったんだ。じゃあこれで同点だったんです。すごい。ドキッと。三曲やってそれぞれが一緒ということでね、まあマイラのレベルは一緒ぐらいです。やらないんだ。延長戦ないんだ。ですね。悔しい。でもこれ皆さんも面白かったんです。面白いですね。はい、面白い。やってみてください。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。コメント質問もお待ちしてます。引き分け明かし忍者チャンネル。